寝ても覚めても体育館。どうも、みなとです。前回の動画、たくさんのご視聴ありがとうございました。まさかの300回も再生していただけるなんて思ってもおりませんでした。登録も30人。最初は4、5人くらいかなって思ってました。横浜の友人からは、こんな普段の港じゃないってご指摘もありましたが、まあとりあえず慣れるまではもう少しよそ行きな感じがちょうどいいでしょう。今回は先日眠れなかった深夜3時のぼっち連の様子をお届けします。今日も恒例のフットワークとノックの練習です。この練習の後、打てる打球が増えたみたいです。翌日の練習でシングルス中に新技出たって言ってもらいました。今回のポイントは足のつき方とラケットの軌道ですね。あ、ちなみにラケットは 120g のトレラケを使用しています。まあ先に言い訳です。ちなみに原谷バド村は特に何時までっていう決まりがないので、いつかオールナイトバドミントンなんかやってみたいものですね。参加者募集中です。興味がある方はご連絡ください。でも実際はここに泊まれる設備があるので、無理してオールしなくてもいいんですけれどもね。さて、皆様は今年のお盆どのようにお過ごしでしょうか。私は実家に帰ったぐらいで、それ以外は何もしておりません。同じ京都に住んでいても片道1時間ぐらいの距離なので、かなり時間がかかります。心配かけているにもかかわらず、年々両親が優しく迎え入れてくれています。非常に息子としては心苦しい。早く内容のある恩返しがしたいところです。そう、覚えてるよ。毎回そのように決意して帰路につきます。少し前は実家に帰るたびに親の説教でじんましんが出ていたんです。まあ本当の原因は分かりませんが、今年結婚して初体を持った弟は楽しく過ごしているのでしょうか。そういえば今試合で松山にいると聞いています。私と正反対の弟、ある時母は私に童話のウサギと亀の話をし、あなたは亀のタイプだから一生懸命やればウサギに勝てるのよと言って聞かせました。次の瞬間、横にいた我が弟に、あなたはウサギタイプだからウサギが努力すれば亀には絶対負けないのよと言って聞かせました。それを聞いた私の心境と言ったら、小学生の頃、私は放課後走る会なるものに休まず通って、マラソン大会では学年で10番くらい、弟はだいたい学年で1番でした。あ、もちろん放課後の走るといったことは行ってませんよね。本当この世は不思議なことばかりです。しかし本当に両親には感謝しております。両親ともにバドミントンプレーヤーだったにもかかわらず、プレーや練習に関して一切口出ししなかったことに特に感謝しています。
の言いなりでバドミントンをしていたら、私も弟もどこかで燃え尽きていたのかもしれません。自分たちで決めてバドミントンをしてきたといったジルがあります。30歳を超えてもバカみたいにシャトルを追いかけられてるのもそのおかげです。現在も港兄弟は楽しいバドミントン人生を送っております。本当に感謝です。もちろんその子の性格に合った育て方があると思いますので、必ずこれがいいと言ったことではありません。今回はユニクロコーデで練習してみました。もちろん T シャツは M サイズ。バドミントンのゲームシャツって各社分かりやすいロゴが入りますよね。昔はよく憧れておねだりした記憶があります。まあしかし買ってもらえませんよね。小さい頃は体育館シューズもなく、ランニングシューズでバドミントンをしていました。ラケットはブリヂストン。今もラケットを作ってるんでしょうかね。この反動か、今はできるだけバドミントンだと悟られないような格好をしようとします。今後もバドミントンらしからぬ格好をするかもしれませんが、お許しください。よく見ていただくと、前回の動画もアンダーアーマーの T シャツを着ていたと思います。今回も非常に濃い時間でした。ご視聴ありがとうございました。これからも多くの陰で努力するバドミントンプレイヤーとともに、一緒に強くなれるように発信していきます。チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。コメントもお気軽にいただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。